大谷翔平投手が所属するエンゼルスのペリー・ミナシアン GM が3日、日本時間4日、オンライン会見を行い、今オフに FA になることが濃厚な同投手に1年2050万ドル、約30億7000万円のクオリファイングオファー、を提示する意向を示した。ミナシアン GM は大谷翔平が右肘手術後初めてチームに合流したレギュラーシーズンの最終週に1対1で会話をしたことを明かし、ここは彼が楽しんでプレーする場所であり、愛している場所だと信じている。共に楽しい時間を過ごしたチームメイトがここにいる、と残留を熱望した。また、FA になる選手に対して所属球団が提示できるクオリファイングオファーについて、提示すると言って間違いないと思う、と明言。さらに大谷翔平が同オファーを拒否して FA になった後の交渉には、私たちは翔平大谷を愛している。そのことは彼も知っている、と、争奪戦に参戦すること示唆した。大谷翔平の今季年俸は3000万ドル、約45億円。来季以降の契約は年俸総額5億ドル以上、約750億円、と予想されている。クオリファイングオファーは12年から始まった FA で選手を失う可能性がある球団に対する保証制度。金額は、その年の年俸上位125選手の平均額で、ワールドシリーズ終了後5日以内に提示され、選手側は1週間以内に受諾か否かを決定する。拒否した選手は FA になり、他球団へ移籍した場合、全所属球団は移籍先球団から翌年のドラフト上位指名権を譲渡される。大谷翔平は来季、一塁守備も、右肘手術から早期復帰の強打者がリハビリをサポート。エンゼルス大谷翔平が44本で日本勢初の本塁打王のタイトルを獲得した。今季は投手として23試合で10勝5敗、防御率 3.14、167奪三振、打者として135試合に出場して打率.304、95打点。打者の評価基準である出塁率と長打率を足した OPS1.066 はメジャートップだった。大谷翔平は本塁打王のほか、日本時間1日に今季のチーム MVP を受賞し、3日は米専門誌、ベースボールアメリカの年間最優秀選手に選出された。さらに2021年以来2年ぶり2度目のア・リーグ MVP 選出が有力視されている。オフは代理人を通じた FA 交渉や表彰ラッシュもあって注目度がさらに増す中、メスを入れた右肘の地道なリハビリに励むことになる。ここに来て来季、打者として復帰を目指す大谷翔平に心強い援軍が現れた。昨年11月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、わずか160日で復帰を果たしたフィリーズのブライス・ハーパー内野手30が、大谷翔平のリハビリに関して助言を惜しまないと明かしたという。ハーパー、大谷翔平ともニール・エラトロッシュ医師の執刀を受けただけに、リハビリメニューなどは共有しやすい。ナ・リーグ MVP を2度、15、21年、受賞した長距離砲によるバックアップはメリット大だ。5月に復帰したハーパーは今季、126試合に出場し、打率.293、21本塁打、72打点。故障で出遅れた分、本塁打、打点は伸びなかったが、OPS は一流打者に位置づけられる、.900 だった。今季のハーパーは DH での出場にとどまらず、36試合は一塁を守った。自ら守備につくことで、今季、ナ・リーグ2位の47本塁打を放ったシュワーバー外野手ら同僚の負担を軽減した。大谷翔平はリアル二刀流実質1年目だった21年、同僚の故障などの緊急時に7試合、左翼と右翼の守備についた。一塁の経験はないものの、当時のマドン監督の方針から、シーズン中にノックを受けるなど、ファーストミットを新調して守備練習に励んだこともあった。来季、打者で復帰しても、投手としてのリハビリもある。守備につく不安もあるが、手術明けのハーパーがこなしたように一塁なら送球の負担はそれほどかからない。来季は新天地の同僚の負担を減らすためにも、一塁、大谷翔平が実現するかもしれない。ネビン監督解任発表。エンゼルスは日本時間3日、フィル・ネビン監督と来季の契約を結ばないと発表した。今季のエグンは73勝89敗の勝率.451でア・リーグ西地区4位に終わり、9年連続ポストシーズン進出を逃した。
後任は未定。大谷翔平の行動に元アイドルが素朴な疑問。試合中にE の川崎宗則が解説、委員です。米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は1日、日本時間2日、ア・リーグが全日程を終えたことで日本人初の MLB 本塁打王が確定した。新しい未来のテレビ、アベマは今季の活躍を振り返る特集番組を放送。スペシャルサポーターを務める元日向坂46の影山優佳さんは大谷翔平がシーズン中のベンチで見せた行動に、試合中にE の、とクエスチョンマークを浮かべた。終盤は怪我による欠場が続いたものの、今季も投打にわたる活躍で日米のファンを沸かせた大谷翔平、アベマが毎週日曜午後10時から生放送しているアベマスポーツタイムの1日放送回では、大谷翔平の今シーズンを名物実況、ファンサービス、特大 HR、専属通訳、可愛いの5つのテーマでプレイバック。大谷翔平がベンチで見せた行動にも注目が集まった。可愛いと大反響を呼んだのがバナナをもぐもぐ食べる姿。影山さんが試合中に食べていいのと不思議そうにすると、元メジャーリーガーの川崎宗則さんがメジャーのベンチはお腹が空いていたらバナナを食べたりプロテインバーを食べたりしてもいいんですと解説を加えた。元サッカー日本代表の牧野智章さんが、大谷翔平選手は日本にいる時から試合中にベンチでバナナを食べていたと問いかけると、川崎さんは日本にいる時は食べていない、日本のベンチは結構厳しいからみんなベンチ裏でもぐもぐしてますと明かした。他にも番組では大谷翔平の可愛いシーンを大放出。試合前に同僚のミッキー・モニアック外野手に向けて、頭の上に両手を掲げてミッキーマウスポーズで挨拶した一幕を振り返り、なぜ大谷翔平選手はミッキーポーズをしたというクイズも出題された。影山さんは、この選手の名前は問題文に書いてないですよねとなす入り、相手選手のニックネームがミッキーだからとほぼ正解の回答を出した。様々な大谷翔平選手の一面を垣間見ることができると、影山さんはスポーツニュースで見ていた以外の切り口で新しい魅力を知ることができた。特にホームランの飛距離が規格外だと知り、どれだけすごいことなのか分かったので、来シーズンはその視点を持って見てみたいと思った、と早くも大谷翔平の来シーズンへ期待を込めていた。